そう、なんか入学の初めにミルクフェドのリュックを使ってて、でずっと黒使ってます。カズシさん、ハートありがとうございます。で入学ね、この入学はミルクフェドのリュックで過ごして、1学期終わったぐらいからキャンディストリッパーのリュックに変えたんですよ。ママが買ってくれた、本当に爆発してるっていうキャンディストリッパーのリュックを使ってて、でなんかその次にお姉ちゃんからお下がりでもらったアディダス使ってる。そう、教科書ね持って帰んないけどね、なんかねパンパンになっちゃう、すぐリュック。そのミルクフェドのリュックはまだ家にあるけど全く使ってない。最近カバンもエピヌのカバンを使ってます。今日もこのカバンで行きました。めっちゃ映ってるはず、やば、今ので絶対中見えたよ、嫌だねそう、これを使ってます。反射怖いよ本当に。今クローゼット開けっぱなしだから遊んないでください皆さん。ということでランキング読みます。13位コウスケタンタン、12位エチゴパワータン、11位水産カマルチャエナタン不足ありがとう、10位ちゃんのり、9位シアスプラッシュワン、今日も配信ありがとう、こちらこそ。8位かやちゃん、えなたに会いたいよ、えなもだお。7位ありたんまる、6位てつや、あっとえなたに早く会いたい、それな。5位ライコーさん、4位ケイパファーさん、3位ドリシア、あっとえなたん推し、2位あきらあたたいま、1位すぎくん、えなたん不足な、それな。それなんておかしい、自分で自分不足みたいな。学校のカバンですか、学校のカバンはこれじゃないです、ごめんなさい。キャンディストリッパーのカバンはそう、なんかめっちゃでかいやつです。取ってきますか自分不足の人みたいな。取ってきますね、じゃあ5秒で戻ってきます。これです。これです。マジでかい、ってくらいでかいリュックです。本が入ってた、これです、本ここまで読んだ、286ページまで読みました。あと解説だから369ページまで読まなきゃいけない。これは中3の時から読んでる本ですまったく進んでないの。1年間読んで280何ページ朝の10分でね。そういうのね、本読むの時間かかるんですよ。そう、映画見たいんですよ、だから映画先に見ようかなと思って。マスクケースが入ってた、それな、かかりすぎだよね絶対。本当にね、本読む気がないからね、週またいだ後とかね、なんで3ページぐらい巻き戻さないとわかんないんですよ。そういうの、仮面病棟見たいんですよ。でも誰か見に行こうって言っても誰も見に行ってくれないんですよ、一緒に。なんか見たい人がいないみたい、悲しい。友達いないのかな
誰誘っても嫌じゃん。じゃあ君嫌だって言ってきたの、君を誘ったんですけど無理でしたね。でしょ、ほら3ページ戻りたくなるよ。ということで、あと30秒です。ありがとうございました皆さん。また明日はレッスンなのでできるか分かんないけど、できたらします。ありがとうございました。みんなバイバイ。